めっちゃ響いてる。はい、雨の日でもスケボーがしたくなったんで、今日はちょっとやりたくて来てました。ベイキービッグスピンがとりあえずメイクできるようになって、まあ今のところ10発打って2発ぐらいはちょっと甘く見ての成功するようになってきてます。で、じゃあ次何行くっていろいろ考えたんですけど、ショービットつながりでポップショービットね、あの普通のバックサイドのポップショービット、フロントポップじゃなくて最初普通のショービットの跳ねる版に今後チャレンジしたいと思います。で、ショービットを練習してるときに、ね、後ろのしゃくり方がいまいちうまくいかなくて勝手にポップになってっていうのが過去にあるんですけど、それを意識的にやろうとするとまあむずいと。で、本当はね、あの分かった、ハウトゥーとか見てるともう普通のショービットとポップショービットが全く違うっていうのは分かってるんですけど、ただメガサボさんの場合はあのいきなり行かないでちょっとずつこう行きたいっていうか、あの恐怖心を克服するためにちょっとずつ行きたいんで、普通のショービットを徐々にこうちょっとずつあの何ノーズ側の上げるのを意識しつつ、その後にこうちょっとねテールパンと弾けるぐらいに練習しながらやっていこうかなと思っておりますんで、ね、ポップショービットチャレンジ。暑いんですよ、ね、とりあえずもう一回ハウトゥー見直します。そんなわけでポップショービットチャレンジ頑張ります。